はい、では、流派別シナリオハスバ人群編、科学と英知の檻、始めるよ。プレイヤーの皆さんは自己紹介をどうぞ。俺はランサー、キワムです。私はセレナだ、ミです。じゃあ、久しぶりの忍び神だ。ある日、あなたたちが目が覚めると、見知らぬ部屋の中にいた。クプルフ、一面が無機質でいくつかの扉がある部屋。あなたたちが困惑していると、正面のモニターに雑音とともに、脳、イメージ、の画像が映し出される。お目覚めかね、諸君。突然のことでさぞ驚いていることだろう。貴様、さてはそうを見たな。そう、何のことかわからんか。突然のことでさぞ君たちは驚いていることだろう。そうだよ、出せよ。出す、まあその前に。出せよ、出してくれよ。まあ順応って説明。帰らせてよー、お願いだからさっさと説明するがいい。私の名はドクターハスバ。ハスバ人群が誇る四大頭脳、ハスバ四天王の一人だ。ドクター、それはどんな意味だ？いつ発動する？どんな効果だ？そこを。わからん。今回君たちを集めたのは他でもない。君たちに私の実験に付き合ってもらいたい。いいよ。いいんだ、そこいいんだ。後日な。いや、残念ながら今すぐだ。今君たちがいるのは、私が所有する研究所の一室、ハスバ国際機密研究所、だ。いや、だった。という方が正しいかな。今、その研究所には君たちを除き人はいない。研究所そのものが私の実験場となっているのだ。君たちには忍びとしてあらゆる民法や技術を動員し、そこから脱出してもらいたい。いわば、脱出ゲームといったところだな。制限時間は4時間だ。4時間が経過した場合、その研究所に仕掛けられた新型高性能爆弾が爆発し、研究所ごと吹き飛ぶ予定だ。もっと資材を大切にしなよ。いいだろ。この施設にいくらかかってると思ってるんだ。私はハスバ四天王だ。それくらいの財力は持っている。社長に怒られるよ。黒潮さんそういうの結構厳しい人ですよ。ちゃんと経理に話し上げた。大丈夫だ。社長にはバレぬよう、身長を期しているからな。身長を期すなら爆発させんなや。バレるわ、バカにも程があるぞ。こいつ私以上のバカだ。これでハスバ四天王。逆に他はこれよりひどいというのだろうか。社長には忍びが侵入し、暴れ回ったと報告するから問題ない。なんというご都合主義、それはそれで怒られそう。私がかねてより民法の研究に精を出していてね。極限まで追い詰められた民が生み出すあらゆる民法の進化や奇跡をぜひとも検証したいと思って、こんな思考を凝らしたというわけさ。そんなことしなくても、奇跡っていうのは俺自体のことだろう。卑劣な真似を。で、葉諸君。私の研究の発展のために、せいぜい頑張ってくれたまえ。プツン、と切れました。目の前から消えた、どういうことだ。映像だよ映像。映像、何をわけのわからないことを。バカすぎる。とりあえず皆さん、いきなり集められたということで自己紹介でも。PC 順。4人固まってるの。同じ部屋で起きたみたいです。なるほど、ランサーって呼んでくれ。ランサー、久しぶりに見た。ちなみに使うの2回目だぜ。陽気の串飾り以来か。そういうことだ。あの時池作りになってから海に捨てられ、生ゴミのように海を漂い、気づいたらここにいたのさ。悲惨すぎる。サンプルとして回収されたのかな？肉体はまたくっついてるから問題ないようだが、ここがどこかわからない。みんな協力して脱出してくれ。ちなみにマスターもいないから誰かマスター役頼むぜ。このままだと自分で自害せよって言わなきゃならないからな。自害しなきゃいけない決まりでもあるのか。で、使命は、これみんな一緒なんですかね？もしかして。まあ、見ればわかる。ランサーの使命、あなたはハスバ人群の科学者、ドクターハスバ、によって、謎の研究所に閉じ込められた。あなたの使命は、研究所から脱出することだ。そう、俺は脱出する。久しぶりの忍び神でめっちゃテンション上がってる。なんか知らないけど今すっごい楽しい。次 PC に。鬼の間が釣り所属の極む、ハチツカだ。うわ、久しぶりに見た。使ったのが1年前だから。自分でも覚えてない。まあ、気づいたらここにいた。よろしく頼む。使命はランサーと大体同じ。大体じゃないな。全く同じだ。よろしくな。ああ、よろしく。私の名前は、みちゃん、です。海じゃないです、み、です。とりあえず私の君に対するヘイトが10上がったぞ。いつものことだぜ。別に気にしないぜ。もう私はラリマーさんに刺されてるから気にしないぜ。こいつ恐れを知らんなぁ。ハスバのツバの三組。黒崎が昔いた流派。そのキャラ氏は捨てられたが。捨てた甲斐あったんじゃない。そのおかげで一見手に入れたんだし。ハスバだけど。私はあいつを知らない。ドクターハスバって何？確かに私が栄養しかしてないってのもあるけど。ドクターハスバってどこのボスだっけ？差し金のトップだな、サシャのところ。あの妖怪腕切りポテトの上司か。私の上司はオシャレマスクだ。あんな奴は知らん。使命は二人と一緒。みんな頑張ろうぜ。よろしくな。は、なんか怖え。久しぶりの忍び神でテンション爆上げなんだぜ。
私はセレナだ。状況はよくわからないが、お前らを倒せば出れるんだろう。さあ、まとめてかかってくるがいい？おいおいおい、頼むからここでも聖杯戦争するんじゃねえよ。聖杯戦争、何をわけのわからないことを言っている。ごたくはいいからかかってくるがいい？上等だ。ほう？その構えは、進撃の巨人、兄の格闘の構え。使命は？使命はわからん。同じだ。一緒に脱出することなんだな。ちなみに鬼の長耳だ。長耳なんだ。ムーンライトだからな。なるほど。合点が言った。自己紹介は終わりですね。今回は4サイクル。私オリジナルの研究室シーンローを使います。NPC は、最高機密研究所。最高機密研究所。私はなんでセレナって書こうとして去って書き始めてるんだ。沢村とでも書こうとしたのか。あ、ごめんなさい。研究所出てきません。研究所がやられた。研究所。もう爆破された。はや。次回へ続く。じゃあこれから1サイクル目に入ります。サイクル4つもあやバックミラーから抜いてやるよ。4サイクルで NPC なし。何か仕掛けがありそうですね。さあ誰から動く？なら、私から行かせてもらう。どうぞ。どうぞ。どうしよう。考えてねえのかよ。なら私から行かせてもらう。どうぞ。じゃあ行くぜ。進行。コンピュータールーム。最新式のコンピュータでびっしりと埋められている。まず何するか言わないとですね。1、2、3、4、5、6。ランサーの秘密。なんだよ、わかんねえよこれ。どうだランサー、出口はわかったか。いや、わからねえ。そっちはどうだ。いや、わからねえ。わからねえから今からコード全部引っこ抜く。え、それ大丈夫なのか。大丈夫大丈夫。よくわからないけど知り合いがコード引っこ抜いたら会社休みになったって言ってたから多分良いことだと思う。マジかよ。データと一緒に首が飛んだって言ってたけど大丈夫だと思う。うまいこと言ってるんじゃねえ。いやー、お前の友達すげえな。だから私早速コード引っこ抜いてくるから。どうしよう。コード、引っこ抜いて。来る。俺はどうすればいい？お前は、そのままパソコンでなんかやってるといい。ソリジアでもやってろ。え、ああ。ソリジアか。わかった。バックラモンやろうぜ。いや、ここはピンボールだ。よし、ソリジアとバックラモンとピンボールを同時にやろう。さらに私ともデュエルしよう。ああ、わかったよ。俺は漆黒の戦士ワウルフを召喚。その後ろからパソコンでランサーをガン。ランサー。殴った時にポケットから秘密の書いたメモは落ちる。怪物は術だ。パソコン壊してるもん。ランサーで壊してるな。一ゾロファンブルだぜ。見ろよ。こうしてファンブル出すんだぜ。ほほう、ファンブル量は1ダメージか。ほほう、気にすることはない。メモは血の海に沈んでもう読めません。くそ、ランサー良い仕事するじゃねえか。良いねえ。たぎってくるじゃねえか。ランサー、目を覚ましてよランサー。なんで死んじまっちゃったんだよ。ダメだ、変なテンションになってる。一度深呼吸するわ。中央。吸い込んで終わった。中央。じゃあ次行こうかな。いや、先に私から行かせてもらう。どうぞ。シーンはこのままで。セレナは今の強行を目撃してたのだ。セレナは見た。あ、これゴジラのテーマだ。血だらけのランサーがそこにいる。そして横に。横に、ハーモニカでも吹いてよ。で、バックラモンやってます。おい、大丈夫か、ランサー。起きろランサー。あ、なんで盤面に5体のモンスターが、いつの間に並べやがった。お前がおねんねしてる間に勝手に並べさせてもらった。勝手にエクストラデッキからモンスターを取り出してポンポン置いた。そうだ、どうすればいいんだ。その上エクストラデッキモンスターゾーンにも置いといた。いつの間にかよくわからないゾーンができてたからな、置いといた。しかもバックラモンも進んでるし。さらに見るがいい。お前のソリティア、積んでおいたぞ。もう進めることはできん。お前、うわぁ、ブラックホール、よし、すべては無に変える。甘いな、私はトラップカード、ホワイトホール、を発動、罠術、感情を結ぶぞ。成功。俺の、負けだ。ブラックホールなんてレアカードを持ってるなんて、妬み。俺が寝てる間に並べるなんて卑怯な、ブレス。勝てばよかろうなのだ。私はデュエリストの誇りなど等に捨て去った。お前、最低だな。ならお前にわかるのか。存在が消滅したままアニメ本編が終わった私の気持ちが。このゲームに同情という感情があったらそれを結んでるよ。さらに似たような顔をしたユズ、リン、ルリはなんか良い感じになってる男がいるのに、私だけ誰もいない、一人ぼっちだ。その気持ちがお前にわかるか。俺にはその気持ちはわからねえ。だからわからせてやろう。ランサー、お前を今から消す。え、
様々な空風林と一つになってランサーとしてのお前は消える。待て。キャスター、ランサー、バーサーカーの空風林が一つになる。今こそ一つに。我らが一つに。うわあ。シーン終了です。じゃあ次行きます。PC たちが目覚めた部屋。無機質で狭苦しい感じが、居心地を悪くしている。もうランサーはいない。ここにいるのは、たった一人の名もなきケルト人。あ、なるわ。空風林だ。ここにいるのはランサーでもキャスターでもバーサーカーでもない。ただの空風林だ。俺は、人間として蘇った。受肉してしまったか。横でトランペット吹いてよ。これでクラスに縛られることもないし、霊樹に縛られることもない。そう、本物の空風林が今ここに生まれたんだ。ちなみにその時の空風林の頭の中はこうである。それって復活できないんじゃね。てか実際刺したら痛いんじゃね。待て待て待て、このタイミングが早すぎるってか違うだろ。これどうするんだよ。さあ、空風林。記念にゲイボルグでぐさっと。そうだな。待て待て待て。記念だし、正真正銘モノホンの自害が見れるんですか。そういうことよ、ほんとですか。さらに刺したちデザインを書いてくれるって。いやー楽しみー、楽しみー。ガタガタと震えながらゲイボルグを構える。じ、が、い、じ、が、い、じ、が、い、じ、が、い。自害コールを止めるという息で感情を結びます。成功。お前ら、自害を強要しちゃいけないって習わなかったのか。私はなんてことを。うわあ、私は一体何を、頭に何か。まだ虫いたのか。友情、苦労してそうだ、と、止めてくれたのか。俺の自殺を止めてくれたのはお前しかねえ。忠誠、契約が成り立ってる。マスターじゃん。俺はすでに霊樹なんてものはない。俺は俺の意思でお前をマスターと決めるぜ。やべえ、月収だ。あ、シーン終了です。じゃあ最後俺のシーンか。自害おじさんは何するんです？そうだな、とりあえずコンピューターを漁るところから始めようか。普段なら自害するところだが、この体じゃ自害することもできない。とりあえず調査術でコンピューターを漁ろう。最初のサイクルだからな、落ち着いていこう。成功。危なかった。ちなみにこれ何したんですか？調査術でコンピューターを使う。結果何を得ます？え、きっとフレーバー判定なんだよ。そうだよ、フレーバー判定だよ。失礼いたしました。ロールプレイに対するこだわりをね、理解が悪かったですね。何も考えてなかったなんて、言えねえぜ。誰かの秘密調べてんのかな。何も言わねえなって思ってました。で、セレナさんはなんでタコ踊りしてんですか。違う、これはクラーケンダンスだ。じゃあその横でトランペット吹いてよ。プオー、プオー、よし、よしじゃねえよ。よし行くぞー。テレビはある、ラジオもある、車もそこそこ走ってる。テレビもねえ、ラジオもねえ、でも最高だ。お前に殴られた記憶を蘇らせて、秘密をもらおう。おう、どうやって。問題はそこなんだ、当日。お前を脅す、お前さっき殴ったよな、俺のこと。それってあれですよね、任意ですよね、拒否する。そうだな、だがここは無法地帯だ、つまり剣を向ける権利があるってことだ。一ゾロー。へえ、僕と友達になろう。ははははは。あ、でもハンブルローは何もないですよ。お前にその刀を持つ権利はない。こっちによこせ。え、これは私が預かっておく。大切に保管しておく。パキン。今折った気がするんだけど。気のせいだ。おい、完全に溶かしてないか。ごくごくごく。くー、このキレのある辛口。ちょっと待て、鉄の味しかしなさそう。喉元がスーパードライ。シーン終了です。次回へ続く。これから2サイクル目に入りますが、その前にマスターシーンが入ります。皆さんが脱出ルートをうろうろ探してると、最高機密研究室、と書いてある部屋を見つけます。さっき見た。見覚えがある文字だな。パッと見た感じだと普通の研究室にしか見えませんね。というか最高機密の部屋に、最高機密、って書くなよ。セキュリティが鳴ってないぞ、セキュリティが。確かに言われてみればそうですね。この研究室には秘密の取得のみ行えます。何？感情を結ぶことはできないのか。できねえよ。そうか、居場所はもうわかってんのか。今見つけたしな。部屋、見つけました。金田、キャラシ見つけてやっと思い出しました。セイントセイヤシナリオで金田使ってたこと、見つけました。と、はい、のセリフだけで乗り切ってた気がします。噂の手肉。セイントセイヤシナリオか。あれね、最初はライトの人が後部で他5人かバジにしようと思ったのよ。そしたらさすがに GM が止めてね、みんなで押すしか言わなくなろうとしてましたね。なるほど。じゃあ2サイクル目ですよ。誰から行きます？私から行かせてもらう。さて、最高機密研究所は漢字難しくて読めないし、海。いや、海と感情を結ぶ。あなたの目の前に突如、汎用楽栗兵、ムカデ、が、このシーンを引いた PC はランダムに選んだ特技で判定してください。なんだこれは気持ち悪いぞ。
技術か、割と近いですね。罠術からの代用判定だから、トラップ発動、奈落の落とし穴、召喚を許さない。11、成功。まあ、破壊できましたね。そのまま除外よ。攻撃力1500以上だったのが運の尽きよ。ちなみに失敗したらどうなってたの？生命力が1減少。危ないところだったな。大丈夫だったか？に。ああ、あと少しで奈落の落とし穴に落ちるところだった。そっちかよ。攻撃力1400でよかったぜ。ところでに。あの奈落がどこに繋がってるか知ってる？どこに繋がってるんだい？ランサーの胃の中よ。ランサーの胃の中か。なんでだよ。つまりあのムカデはランサーの胃の中に行く。ふん。ふん。なんだ今の何かが落ちた音は。うはぁ、ランサーが死んだ？聞いたことあります。大ムカデを倒して食したら、大ムカデの子供を腹の中に入れちゃって、そいつが孵化して腹の中突き破ってムカデがいっぱい出てくる昔話。つまりランサーは、悪く思うな。ランサー、守るために仕方なかった。是非もないよね。ランサーの胃の中にムカデを召喚する召喚術。成功だ。貴様あよくもランサーを、怒りだ。よくもランサーを私以外が殺したな。妬み、ランサーを殺すのは私だけだと思ったのに。それはすまないことをしたな。本当に申し訳ない。鬼畜博士、ここは私に任せておけ。ランサーを蘇らせてやろう。どうやって、私ほどの女子力があれば死人の復活も余裕。おなごじから、まずはランサーの腹をかっさばいてムカデを取り出す。そして裁縫技術で縫合。さあ、ランサー起きなさい。ペチ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 。おお、ランサーが起きた。どうした？蘇ったのに浮かない表情をして。お前ら、自分の胸に付けよ。私はお前の命の恩人だぞ。さあ、称えるがいい？褒めろ、褒めたたえろ。セレナに痺れて憧れろ。腹は痺れたよ。でもお前には痺れねえよ。私の手料理は痺れるほどうまいってことか。照れるぜ。そりゃ腹かっさばかれたら痺れるよ。むしろ痛いよ。そう？そう？ってなんだよ。いきなり興味をなくすなよ。にもなんとか言えよ。なんというか、人それぞれだよ。みんな違ってみんないい。良い話っぽくするんじゃねえ。マジウケる。マジパナでチャケパナなんですけど、マジウケる。あげあげ、あげぽよ。背負い投げ、お感情、つばかけとこ。で、私の爪の赤を煎じたお茶だ。飲め、私の唾だ。飲め。飲んでもすぐに腹から出ちまうよ。収納スペースとしても活用できるよう方法を甘くしたからな。シーン終了です。あ、次行きます。薬品室。危険な薬品が大量に貯蔵されている。下手に触れない方が良さそうだ。へえ、キャッチボールしようぜランサー。やめろ、薬品を投げるな。ランサー、キャッチボールして喉が渇いただろう。これを飲むといい。ノーユーさんだ。待て待て待て、おかしいだろう。俺は自分で治す薬を探しに来てるんだからよ。それならここにあるぞ。ほら、王水だ。王の水だぞ、王の水。キングならもうすべて治るぜ。本当か、ごくごくごく。ぐは？ランサーが死んだ？許さねえ。絶対に許さねえぞー。ドクターハスバー。なんかみんなさっきからテンション高くない？久しぶりの忍び神なので。あ、最高機密研究室調べます。あ、君も飲む。え、ちょうど酒を見つけたぞ。ほら、アルコールランプ。割りたくなったらここに水素水あるから。水素水。つまみに二酸化マンガン舐める。さて、どう秘密調べるかな。黒、調べてくるんだ。あ、1、2、僕と友達になろう。黒、調べられなかったか。ドアノブに手が届かなかった。犬用クッキーを持ってきただけだった。むしろクッキーやったんかい。なんだこのクッキーは。私の玉ねぎと交換しよう。やめろ。チョコレートと交換しないか。なんだ君たちは。私たちは血管住宅見破り隊だ。あ、シーン終了です。じゃあ次最高機密調べます。じゃあ最高機密研究室に入りますか。ガラガラ、チワッス。はい、こちら、今日のお客様は、海、海さん？はい、海です。海さんはね、アイドルということでね。海さん、そこ徹子の部屋、最高機密研究室は隣の部屋。あ、失礼しました。ふう、まさか間違えて徹子の部屋に入ってしまうとは。研究室は、こっちかな。何が出るかな？何が出るかな？何が出るかな？ランサーが死んだ話、略して乱心。はい。乱心、この前豪華客船に乗ってた時の話なんですけど、あ、今声が天竜みたいな声なのは、さっきちょっと、大水を飲んでたせいなんですけど、残念ながら私は毒術の目標は7でしてね、さっきフレーバーで振ってみたんですけど、達成値は5で、毒のことはわからなかったんですよ。それで試しに飲んでみたんですけど、ダメ。でしたね。喉が潰れそう。それで豪華客船の話なんですけど、生ゴミのように海に捨てられ、サメの餌になった後、気がついたらここにいたんですけど、まさかこんなところに徹子の部屋が。ごきげんようです。こっちはごきげんようのスタジオです。まさかね。
連続で収録に当たるとは思わなかったのでね、とても緊張しています。で、これランサーが死んだ話。はい、一応死んだ話にしようと思ったんですけど、オチがこうなってしまいましたね。オチでもないですね。申し訳ないですね。喉が痛いですね。本当に死にそうです。じゃあ最後ランサーさんから番宣があるようで。今度のフェイトの映画、ご期待ください。マグロみたいに言った。ちなみに私が出るかは、まだ秘密です。出るよ。PV にいたわ。速攻死ぬと思うけどな。で、これ何してんの？ごきげんよう。ごきげんようのライオンくん、研究所の秘密を調べてきてくれ。ライオンくん、ありがとう。最高機密研究室の秘密、実はこの部屋の奥には、秘密の研究室が存在し、そこには研究所から脱出するためのカードキーが隠されている。しかし、ドクターハスバーが用意したとあるからくりがカードキーを守っている。この秘密を取得した者は自分の手番を消費して秘密の研究室に行くと宣言すると、とあるからくりに戦闘を仕掛けることができる。加えて戦果としてカードキーを奪うことができるようになる。そうですか。私には回ってこないんですか。残念ながら今回の抽選からは漏れてしまいました。また次回挑戦してください。それではありがとうございました。喉が痛い。当たり前だよ。あ、ノートンの真似、よし。そろそろ汚水をなんとかして解決しなければ。もっと強い酸を飲めばいいんじゃないんですか。お前に酸が救えるか、お前に酸が飲めるか、飲んだんです。お前にクエン酸が作れるか。でも、共に飲むことはできる。はは、どうやって飲むのだ。こうやってだ。うはぁ、ランサーが死んだ。この人でなし。喉大丈夫。大丈夫。キノコ使った時のノートンの真似しただけ。ニャースのモノマネします。ポルカ踊るかのニャースやります。お風呂の温度は39度、針は10から布団は羽毛。ガハ、ゴホ、君が死んだ。この人でなし。これで全員死因終わりました。まだランサーが動いてないんだな。死因ではいろいろ動いてたが、めっちゃ頑張ってたね。さて、死因を振るか。ムカデです。またか。ランダムに特技選んでください。あ、終わった。風術、ランサー、助けに来たぞ。感情修正だ。ランサー、助けには来ない。ランサー、モノマネをしに来たぞ。ミーワー、じゃあね。お前ら。お、キュー、成功。ゲーボルグがないから。この場合は。ランサー、新しいゲーボルグよ。受け取れー。ぐはー。ランサー。投げた時点で心臓に刺さるから。ランサーをこんな目に、絶対に許さないぞー。ドンタコスー。ドンタコスったらドンタコス。ドンタコスったらドンタコス。嬉しい、もうすぐドンタコスが食べれる。なんで私はドンタコスの CM を知らない。そうか、ゲーボルグって投げたら運命確定するのか。まあ一応魔力を通したらなんだけど。大丈夫だ、私のデッキには魔法カードが入ってる。じゃあ問題ないな。まあ成功したってことはなんやかんやでムカデは倒したんだろう。ランサーに刺さった勢いでムカデも貫いた。俺にゲーボルグを刺したのは誰だ。いや、私シーン登場してないし、私もモノマネした後帰ったし。じゃあ犯人極無限。そうですね、他に反抗できる人いないですもんね。ちょっと、いや、俺はセレナ。お前が怪しいと踏んでいる。自白しろ。手裏剣術で脅す。秘密の取得だ。成功だ。セレナの秘密、実はあなたは、とある毒薬によって記憶を消され、洗脳されている。あなたは、使命を、研究所から逃げようとする者を皆殺しにすること、に変更されている。加えて、あなたはいかなる時も全力で戦わなければならない。ただし、洗脳が解除された場合、あなたの使命は、表の使命に戻る。確かにお前にゲーボルグを刺したのは私だ。だが、あれはあくまで助けようと投げただけで、あくまで不可抗力だ。お前を助けようとしたこの気持ちは否定しないでほしい。確かにそうだな。私だってこうしてゲーボルグを投げ、うはぁ。たら刺さるとは思わなかったんだよ。こんな風に。ランサーが死んだ。ランサー、ランサー。ランサーよ、なんで死んじまったんだランサー。叫びすぎて喉が痛いよ。ランサー、今回みんな喉壊しすぎじゃない。私はいつもです。皆さん私の気持ちを分かっていただけたかな。戦いに犠牲はつきものだ。だが、何人こんな犠牲者を出したら、この戦いは終わるのだろう。よし、なんとかシリアスに戻せた。危ないところでしたね。次回へ続く。はい、3サイクル目です。私から行かせてもらいたい。それはいけないなぁ、私から行きたい。ならばダイスバトルだ。5だ、1、お先にどうぞ。極むと感情を結びに行くぞ。ほう。生物室。実験動物がいたのだろうか。血や骨が檻の中に散乱している。これは、ランサーの血や骨。わかるのか、セレナ。見ろ。
この鋭い剣士。どっからどう見てもランサーだ。犬です。犬にしか見えないんだが。上にテロップで犬ですってありますね。そしてなんでここに血や骨が散らばってるかわかるか。と首だけで話す。ランサー、生きてたか。死んでるけどな。おい、おい、おい。それは誰かが俺と動物を殺して、ここにぶち込むことで俺の死を抹消しようとした奴がいたからさ。それは、誰だ。わからねえ。俺も背後から突然ガン。と殴られたからな。一体誰なんだ。わからんがこれだけは言える。神はこの首だけになったランサーと動物たち骨を使ってボーリングをしろと言ってる。え、なるほど。やるか。おい、待てよ。おい、とりあえずピンになりそうな骨を立てるか。そしてボールはランサーがやってくれるらしい。ちょ、待て待て。いけ、ランサー。うわあ。ナイスストライク。む、なんだ極む。そんな冷めた視線を送ってきて。そうか、ボーリングじゃなくて野球がやりたかったんだな。ちげえよ。わかった。なら野球をやろう、と、言いたいところだが。お前の飼い犬、名前確か。黒です。そうだ、黒リナだ。黒リナはサッカーがしたいらしい。サッカー選手だな。しかしキワムは野球をやりたい。どうすればいいと思う、ランサー。ああ、とりあえず俺を医務室まで運んでくれ。その通りだ。キックベースをやろう。おい。ランサーの頭はキックベースをするにちょうどいい。さあ、行くぞキワム。やらねえよ。え、やらないの。やらないよ。なぜやらないんだい。ランサーがこの状態の時点でいろいろ諦めようぜ。黒もなぜ笑うんだいって言ってるぞ。いやいやいや、やろうぜ。言霊術失敗だと、僕と友達になろう。わかったよ。やめるよ。でもキックベース以外どうランサーの頭を使えって言うんだ。ランサーの頭を圧縮して野球ボールにしよう。そうするか。わー、シーン終了だ。じゃあ次は私ですけど、とあるからくりに戦闘仕掛けますよ。秘密の研究室に行く。私も行かせてもらうぞ。ミちゃんたちは懸命な捜索の結果、例の最高機密研究室から地下へと続く秘密の扉を見つけます。まさか電気をつけたら普通に見つかるとは思わなかったぜ。さっきまで真っ暗闇の中捜索してたからな。そして階段を降りていくと、何もないただ広い部屋に着きます。いや、よく見ろ。この部屋、ランサーだ。ランサー、壁が数多のランサーの死体でできている。普通にグロ画像、ボールランサーよ。まさか私たちはランサーに守られてたなんて。その光景を想像したらすごいシュールなんですけど。あなたたちが部屋にいるとどこからか、バラ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 という音が聞こえてきます。何？崩れ落ちるの？ランサーが。そこに現れたのはなんとタイ忍者用ヘリコプター。お、公式 NPC。ヘリコプターはあなたたちに向かって重火器を発射してきます。質問です。そんなにでかいんですか？ここ。うん、ヘリコプターですよ。というかなぜ地下にヘリコプター。だってタイ忍者用ヘリコプターだもん。ああ、こんな狭い部屋でヘリコプター乗るからランサーがプロペラに巻き込まれてる。うわあ。戦闘開始だ。だが、今ので私はバラバラになった。つまり私はその分プロットにおける。なんだって、今更ながらなんで私戦闘仕掛けたんだろうな。プロット決めたよ。一斉のおせいでー。私は高みの見物と行かせてもらう。ところで高みの見物ってどういう意味だ。それは高いところに登って見物することさ。なるほど、高いところ登ってくる。ヘリコプターに捕まるぞ。うわぁ、うわぁ、ふっふっふ。このタイ忍者用ヘリコプターの必殺技を見せてやるぜ。ANN を発動、奥義範囲攻撃を使用できる。だがそれは初見から奥義破りができる技。指定特技は、仕込み。私には届かん。浴びせてやれ、弾丸の雨を。奥義破りです。弾丸の雨が破られた。私の番ですね、接近戦攻撃だ。4、アディオス。私は届かんからターンエンド。だが、ターン終了時誘導を発動。ほう、戦場を雑踏に。できない。来るはないですね。全体的にね。じゃあ次のターン。何もできないな。私の手番は終了だ。なんだよてめえ。なんでテープロットに固まってるんだよ。ファルコンパンチを打つくらいの度胸を見せてみろよ。セレナに爆破。え、私に。成功。成功ですってよ。嘘だろ。あなた私の秘密知ってる。ああ、判定をしてしまったが最後。そったれー、マイナスの感情修正。畜生、目標値10だ。今俺の頭の上にはハテナマークが3つついてる。だが、私は、セレナ、アイアムセレナ、アイユーセレナ、ノー、シーズユーズ。よって成功。そういうことされるならこっちからも殴るぞ。次のターン以降殴られたくないし、やしゃだ。成功、衣装術だ。私の衣装で殴る。なぜか回避。だが、ターン終了時に誘導を発動。できない。お前はいつもそうだ。お前はいつもコンボを考えるが判定を成功しない。アイハバダーイス、アイハバダーイス。ん？魚火。さあ、次のプロット決めましょうか。次のターンで終わりですね。
範囲攻撃だ。扇破りです。そして私は間合い届きません。私も届かん。戦闘終了だな。勝者なし。まずい、これ以上戦うとランサーが死んでしまう。もう細切れだけど、プロペラにめっちゃ血がついてるけど、その上ヘリの銃撃で穴だらけに。でもランサーは12の試練を乗り越えたって話があるから。それヘラクレスじゃ。いや、ランサーだよ。ヘラクレスとか知らない。12の試練の伝説は俺のもんだよ。自分のことをヘラクレスだと思ってる精神異常者。ランサーが死んでも代わりはいるもの。私は死なないわ。私が殺すもの、何言ってるんだろうね。シーン終了だい。2ちゃんの秘密を探りに行こうかな。コンピュータールームですね。しかし破壊し尽くされてしまった。ランサー、なんてことを。貴重な情報源なのに。ランサー、お前には人の心がないのか。お前ら人のことが言えんのか。見ろ、ここにあるシミを。いや、この施設の至るところにあるシミを。これ全部俺の血だよ。だからお前が汚したんじゃん。ちゃんと掃除しとけ。機械は水に弱いんだぞ。俺の頭から血をこぼしたのはお前らだろう。お前の頭からこぼしたんだからお前のせいだろ。考えてみ、仮に私があなたを殴ったとしましょう。でも殴られたあなたがノーダメージなら血はこぼれなかった。あなたの皮膚が弱かったから血が流れた。あなたが悪い。お前ら喧嘩はやめろって。俺らの目的は外に出ることで一致してるはずだろ。だって外に出る情報をこの人がなくしたんだよ。これはもう死をもって償うしか。え、ほらゲイボルグだ。早くやれ。ああ、ランサー死んだ。ほら、極む片付けて。お前のせいでランサーは死んだんだ。お前がランサーを追い詰めるから。追い詰めてねえよ。いや、追い詰めてたさ。このランサーの目が全て物語ってる。目を閉じてるよ。汚い顔してんだろ。死んでるんだぜ。これ、滑稽だわ。王も死ぬだなんて滑稽だわ。さて、どうしようかな。君のシーンだよ。そうなんだよね。いやー、今日テンション上がりすぎて、勝ち込みプレイが過ぎる。人が一人死んでるんだぞ。と胸ぐらを掴んで秘密の判定。成功です。ランサーも草場の陰で喜んでる。草場の陰にランサーがいすぎて草場から飛び出してる。身の秘密。実はあなたはこの研究所から脱出できる隠し扉を発見した。しかし扉が何をやっても開かなかったため、鍵のようなものが必要ではないかと考えている。あなたは隠し扉の居所を獲得している。この居所は受け渡しができず、 PC さんの秘密を取得したものは自動的に獲得する。米印ただし、隠し扉に戦闘を仕掛けることはできない。さらに俺は罠術でトラップカード発動。成功。墓地からランサーをサルベージ。ふう、形式的には死刑は執行されたからもういいだろ。お前らまだだ。まだ足りん。わ、もっとだ。もっとよこせ。償いがこの程度で終わると思うなよ。お前の罪を数えろ。お前らが罪を数えろよ。でも私は罪に問われない。デュエリストだからな。私も JK だし。私も JC だし。ジャッキーチェンだし。ジャッキーチェン、そういうネタあった。 JS、 ジェイソン・ステイサム。 JC、 ジャッキーチェン。 JK はなんだっけ。ジョン、カビラ。いいんです。シーン終了です。あと動いてないのはランサーだけか。ヤリオー、ヤリオーの出番だよ。おいヤリマン、槍の男を訳しただけですよ。なるほど、とりあえず最高機密調べるか。最高機密なら私も持ってますよ。私も持ってるぞ。お前の自害と引き換えに交換してやろう。鉄道は情報、唐突な日本語、終わっておかしいな。本当か。俺が死ねば情報をくれるのか。ああ、男に二言はない。お前女だろ。ダウト、気づくなよ。気づかれたー。気づかれたよ。逆に聞こう、気づかないと思ったのか。もういい、ふて寝する。交渉はそっちとやって。セレナの交渉失敗。その瞬間、ランサーの脳内に電流走る。自分で調べればいいじゃん。なるほど、交渉は決裂か。最高機密を調べます。ここはパソコンを使って調査をしよう。今度こそな。なんてことだ、誰かにコードが引っこ抜かれてる。でも大丈夫、てってれてってて。ノートパソコン。ちなみに機密の部屋があるってことだよね。ハリーポッターと機密の部屋。自分を電子化して近くのパソコンに入り込んで調べます。調査術、プラグイン、空風リネグゼ、トランスミッション。成功だ。そしてデータ化した俺は死を超越した。ランサー、どう？電子の世界の居心地は？最高だ、いくら刺しても痛くない。ほら交差しても、ブハーと、どういうことだ。痛みも再現されるぞ。そんな都合よくないよ。ウイルスには気をつけてな。デリートされたら現実に帰ってこれないぞ。メットメットー、見舞って。コード引っこ抜かないで。電源落ちたら中にいるランサーが現実に帰ってこれなくなるぞ。え、ブチラ、ランサー。ランサーは電子の海に消えた。今から脱出プログラム書くから待ってろ。次回へ続く。じゃあ4サイクル目に入ります。3
みんな、聞こえるか。俺は今電子世界に囚われてるんだ。だが情報は手に入れた。聞いてくれ。よし、データの海からランサーをサルベージするぞ。トラップ発動、強制脱出装置、ふう。なんとか戻ってこれたぜ。なんとなくフレーバーでマスターシーン入れよう。脱出の方法。わかったかね、諸君。電源切るわ。ちょ。普通、はい、これ BS 映らないの。BS 映らないけどなぜか CS は映るぞ。ほら、アニマルプラネットが映る。ほんとだ。今日はヌーの大移動か。あれは、ランサー。なぜランサーがヌーの群れに。セイバーライオンに会いに行ってたんですよ。ただいま。おかえりランサー、ヌーはどうだった？なんのことだ。じゃあ今映ってたランサーは、同じ時間に違う場所にいたランサー。それは単なるそっくりさんだったのかもしれません。ですが、もしかしたらランサーは二人、いやもっといるのかもしれません。ほら、あなたの後ろにも。ランサーの秘密調べます。コンピュータールーム。どうしよう、お願いします。秘密を教えてください。1。成功です。ランサーの秘密。実はあなたは、かねてからドクターハスバに密偵を送り込んでいる。密偵の情報によれば、この研究所を脱出する方法が、カードキーを隠し扉に差し込むことらしい。だが現状、カードキーは見当たらず、隠し扉がどこにあるのかもわかっていない。あなたは隠し扉の存在し知っており、あなたの秘密を取得した場合、ハンドアウト隠し扉の情報を見ることができる。ランサーは最初から見れる。ハンドアウト隠し扉、この研究所から脱出できると思われる唯一のルート。この場所に秘密は存在しないが、居所は存在する。ただし、情報判定によって獲得することはできない。このハンドアウトを知っている者が、居所を獲得した状態でカードキーの使用を宣言すると、この扉を開けることができる。まあお前には何度も助けられてるし。秘密を教えよう。俺は12のなんとかで。嘘じゃん。お前、本当はクーフーリンじゃないんだろ。なんでわかった。じゃあお前もう誰だよ。マジで誰なんだ。お前は、誰だ。全然前世、ライライライか。俺の正体を教えてやろう。俺はランサーではなく、レーサーなんだ。なるほど。なら私とライディングデュエルだ。何？デュエルが始まります、デュエルが始まります。さあレーサー、私の走りについてこれるかな？いいだろう、最初のコーナーを曲がった方だ先行だ。いいな。いいだろう、ライディングデュエル、アクセラレーション。ブーン。なんてスピードだ、これでは先行を取られてしまう。悪いな。ぶっちぎってやるぜ。ねえ知ってる、ドラッグマシンってね、曲がれないの。ランサーが死んだ、この人でなし。よし、ノルマ達成。全員の秘密抜いたけどどうしたらいいんだろう。俺が日本語読めてない可能性が高い。シビアシビア言語ってシビア。懐かし、もう1年くらい前じゃないの。これ、次誰行きます。じゃあランサーの秘密調べるわ。ムカデ、またかよ。結界術か、言霊術からだから、7だな。9成功、言霊術だから、私ではない。ランサーを狙うのだ。こっち来た。そしてそのムカデを私が華麗に倒す。危なかったなランサー。今回ばかりは助かったぜ。これでお前に一つ貸しができたな。そうだな、すでにお前にいくつも貸しを作ってる気がするが、まあいいだろう。そんなわけでお前に頼みたいことがある。ほら、私女子力高いだろ、すごく高いだろ、すごくすごいだろ、てなわけで裁縫で服作ったんだ。おお、それは女子力が高いな。というわけでお前に服を作ってきた。ちょっと適当に絵を描くわ。こんな感じの服だ。ちゃんとゲイボルグをここに取り付けられる。取り付けてあるゲイボルグがワビスケみたいになってるんだが、切っ先が自分の方向いてるんだが。ワビボルグですね、ワビ石みたいになっちゃった。それはゲイボルグじゃなくてゲイボルグを取り付けてる場所だ。可動域が広いから自由に動かすことができる。もちろん自分に突き刺すことも可能だ。いらねえ。でも高いんでしょう。それがですねー、なんと送料込みで3980円。申し訳なさそうに値段を言う。しかも今ならゲイボルグ付き、さらにさらに低反発枕もついてくる。しかもお値段据え置き。おお。さらに今回大ヒットを記念して、この CM を見てお申し込みの1800名の方だけ特別に、少ない量でも美味しく炊ける2号炊きレンジ炊飯器と、いつでも温かい飲み物が飲める卓上魔法瓶、さらにパン切り、キッチンバサミなど便利なキッチン5点セットも特別サービス。これ全部でお値段そのままってわけ。信じられないでしょう。今すぐお電話を。もしもし、在庫すべてください。ありがとうございます。ゲイボルグを取り戻すにはこれしかなかった、というセールストークの言霊術。成功。さてと、ヘリコプターに戦闘を仕掛けに行くか。乱入するぞ。同じく乱入。さあ
まとめてかかってくるがいい。みんなまとめてやっつけてやる。お前じゃねえよ。ここから先に行ったけ私を倒してみろ。その後ろにいるヘリコプターは、バラバラうるさい。黙ってろ。ヘリコプターに怒られましても、バラバラ言われてもわからん。なんとか言え。今晩すき焼きおごるから許せ。いいだろう。すき焼きで許すんだ。だがお前店に入れるのか。大丈夫だ。店に入るときは擬人化する。トランスフォーマーみたいな感じかな。じゃあプロット決めてー。一斉のおせいでー。はい、犯人攻撃。ランサーさんにしか届きませんね。オーリアぶり成功だ。残念だったな。エレナになでぎりだ。ほう。だが私に追加生命力スロットはないぞ。ああ。だが指定特技が闘術なので、吹っ陰で威力上昇だ。なるほど。だが目標値は8だ。うわあ、しかも妖術が消えた。あ、鬼影でマイナスに修正入ってるの忘れてた。まあ関係なく成功だったけど。このタイミングでやっていいですか？何を？私の秘密の役です。あれ？でもランサーさん生きてるよね？あれ？まあ、あれでしょ。できます。まあ、いいでしょ。出番消費ですか？出番消費。この薬品をセレナに投げつけるぜ。あべし、死体蹴り。プライズ、アポトプシン4869回の解毒剤。とある犯罪組織が開発した、人の記憶を消す毒薬の解毒剤。しかし、完全なものではなく、使用条件が多少異なる。このプライズは好きなタイミングで使用することができるが、対象の生命点が1点以上減少している必要がある。おお、私の頭の中の寄生虫が駆逐されていく。わかるんだ。感覚で、時間がかかってすまなかったな。私が今までアホだったのはアホ突進のせいだからな。解除された今の私はインテリ女子。1たす1は、200だ。10倍だぞ10倍。はい。さて、プロットを、はまだ戦闘中です。そうだった。じゃあ一斉のおせいでー。さて、ヘリに決戦かだ。まあいさん、ギリギリ届くのか。だが問題は、7以上が出せるか。魚に犯人攻撃だ。オーリアぶりするぞ。感情修正。演出修正を行う。戦闘に参加してないからな。さあ演出をどうぞ。さっきセレナが高みの見物と言ってヘリに捕まってたシーンを思い出してくれ。あの瞬間ヘリコプターに負荷がかかっていたんだ。重い石置いておきました。オーリアぶりにプラス1の修正。うわ、1足りない。俺は目標値8か。感情修正これで7か。まあ出るでしょ。はい、うわあ。勝者ヘリコプター。やったな、ヘリコプターは感情を結ぶか秘密を取得できるぜ。やったねヘリコプター。ヘリコプター。さーて、爆発落ちなんて最低エンドが見えてきたぞ。あと誰が動いてない。私だけですね。でも皆の秘密知らないんだよな。しかしまたタクマに殺されたんだけど。近代兵器強い。しかも奴には心臓がない。じゃあやるよ。さすがにクライマックスなしは忍びねえ。忍びだけにな。それで私これ使ったわけですけど。セレナさんのはどうなるんです？秘密に変化とかは？私の秘密に書いてあるよ。今日の指名に戻ります。言っちゃダメ。私セレナさんの秘密知らない。あ、ごめんなさい。あ、聞こえない。あ、今から私記憶喪失します。やめろ、壁を頭に打ちつけるな。さて、戦闘仕掛けますか。さて、戦闘乱入だ。乱入できない、できない。頑張れ。頑張る、私に任せておけ。上を取ったけど、やるなら今か、このタイミングか、やるしかねえ。接近戦攻撃、カオル術、この瞬間、精密起動、の使用を宣言。自身の生命力を4減少。その分だけファンブル値を下げる。これで1ゾロでもファンブルはしねえ。決まらない？ここだから成功じゃない？いや、私プロット5ですもん。さっきお前なんて言ったよ。そうだよ、精密起動があんじゃん。どうだ、精密起動は神忍法だ。使えねえとかいうやつは土下座しろ。回避失敗。6点ダメージです。なんで5点ダメージなんだ。くれないと人道で4点アップです。人道は生命力1の特判定にプラス2、威力3上昇。行為は生命力2以下の時相手の回避にマイナス1、威力1上昇です。ヘリコプターは戦闘脱落です。それで、どうします？もう戦闘の意思はないが、私は逆転出陣を持っている。自分の意思で戦闘脱落できない。なるほど。だから、私を殺せ、もしくはお前が死ね。私死んだら生命力ゼロなんですけど。私も死んだら生命力ゼロだぞ。君威力ものすごいし、あかん。いや、与えることができる。だから与えなくてもいいわずだ。頑張って私のプロット読んでくれて。これ闘争術での回避脱落はいけないんですか？それも無人で封じられている。ターン経過で戦闘終了は。それだと勝者なしで戦果が獲得できない。あ、身が戦闘脱落すればいいんじゃ。あ、身が脱落すればいいのか。
あ、そうか、そうだよ。割と単純な話だった。GM、私は戦闘脱落するぜ。これで勝者は、私だ。カードキーをよこせ、ヘリコプターの残骸から探してください。おっと。これは、ドクターハスバのクレジットカードだ。みんなで焼肉行こうぜ。他人の金で食う焼肉だー。じゃあクライマックスに入りますので宣言してください。さて、このカードキーを隠し扉に。あ、私居所持ってないじゃん。居所とは？ほら、ランサーの秘密。私できない。ちょっとタイム。タイムタイム。この研究所は爆発します。待って待って。とりあえず戦闘が行われたドラマシーンでは受け渡しはできないんでしたっけ？そもそもドラマシーンじゃなくて戦闘シーンだからね。受け渡しはできない。わかりました。GM、さっきの戦闘脱落をなしに。いいですよ。あなた居所持ってるの。私の秘密知ってます。知らない。そういうことです。あ、そういうこと。この次のターンデンミが、セレナに接近戦攻撃を当てて、事なきを得ました。次回へ続く。これからクライマックスフェーズに入ります。皆さんは隠し扉を発見しました。まさかカーテンの裏に隠し扉があるとは思わなかったぜ。盲点だったな。窓がないのにカーテンがあるのはおかしいと思ったんだ。すぐわかりそう。あなたたちがそんな風に話してると突如、頭上から巨大なラックリがゴーオンと共飛来する。この脱出ルートを探し当てるとは、さすがは私が見込んだ忍びたちだ。えっへん。だがこのゲームクリアというのも面白みがない。あ、これあなたのクレか。貴様、どこでそのクレカを？ヘリコプターに忘れてましたよ。まあいい。だったら力ずくで取り返すまでだ。あのクレカ停止すればいいのに。この私が独自に開発した、太陽最高薬用全滅兵器、ラセツ、でな。ふ。なら私が買ったら暗証番号も教えてもらうぞ。いいだろう。いいんだ。これは私が極秘作った最強の兵器だ。負けるわけはない。羅刹ってどっかで聞いたことがあるけど全然思い出せねえ。あれじゃね、鬼の忍法に羅刹みたいのなかった？あれは金棒か。神がかりの嫌われ者ジョンのボス。それだ。自分で作ったシナリオじゃねえか。いや覚えてないもんですねえ。羅刹の生命力は、10。大体大からくりと同じ捨てです。よし、確認だ。ただ、奥義も持ってます。上等だよ。3ラウンドでも終わればよ。バックミラーから消してやるぜ。戦闘開始です。プロット決めました。一斉のおせいでー。私は太陽派の地で取得した隠れ身の、お発動。鎮痛弾。成功だ。これにより私が次に奥義及び忍法を使用するまで、私に対する命中判定と私の攻撃に対する回避判定にマイナス3の修正が入る。ただし戦場が平地、雑踏、高所の時のみ。さらに私は鬼影を持っている。私に対する命中判定はマイナス5だ。つまり10以上で成功するようになる。うお、びっくりを発動。あ、魚に、だが、次に継続を発動。成功、次のターンから人間を呼び出す。よし、とりあえず盾は手に入れた。行くぜ、排水だ。これは出番なさそうかな。とどめは任せた。誰か、トンコーフを持ってませんか？ない。ない、ない。畜生、ターン終了だ。なぜキリで攻撃？成功だ。回避失敗。なぜギリは相手に追加生命力スロットがある場合、追加で射撃戦にを与える。これでまず3点。そして突っ影の効果で4点。さらに決断を使うことで5点ダメージだ。く。今後の発動、2点以上のダメージを受けた時ダメージを1軽減する。成功。1点軽減だ。そういやこいつ大からくりってことは自動反撃あるの？あります。何？自動反撃だと。あ、これ私も振らなきゃいけないのでは。攻撃を、言ったら、だから振るな。これ失敗したら死ぬ。目標値8が、人道で6。成功、セーフ。俺は、目標値8か、誰か感情修正をくれないか。マイナスの感情修正いる。いらない、プラスの感情修正です。これで目標値は7。うん、1足りない。挫折犯人に爆発。うん、失敗。ターン終了時、誘導を発動。成功、戦場を雑踏に、この瞬間、英雄の効果が発動。戦場が雑踏の時私の攻撃に対する回避判定にマイナス3修正。今の誘導で隠れ身の効果が消えたが、次のターン発動したら命中にマイナス5、回避にマイナス6を与えるぞ。ウルトラデバブマン。だが1回ごとに隠れ身を貼らなきゃならない。さあ次のターン、やってやるです。あ、雑踏でファンブル値が1上がるよ。精密起動が生きるぜ。あなた減らしたら死ぬでしょ。何もしません。私は届かないけど隠れ身のだけしとこう。成功、隠れた。三つ首を発動。成功、そのまま決戦かだ。やっちまえ。
成功。医療科か。魔界工学あるから機械でしょ。目標値は6だな。開始。ゆっくり発動、振り直せ。く、失敗。自動反撃が来るぞ。目標値は6か。よし、成功。さて、宝術遠いの誰だ。遠いよ、めっちゃ遠いよ、12だよ。ただし命中算定が遠いんだよな。しぐれで攻撃するんだが、誰を狙おうか。あ、しぐれはまずい。複数対象だからデバフ効きませんもんね。ランサー本人にしぐれ。セーフ。成功。普通に開始したぞ。普通に失敗したなぁ。かばいます。持ってるのか。人間が持ってます。あ、そっか。ワイのことを忘れたんか。お前は、ダイナソーハットリア。これはかつての強敵が味方になってくれるパティン。というわけだ。さあ次のターン。マジで全然前にいれん。マジで届かないんですけど、私に排水を打たせてくれ。さて、撫で切りだ。成功。ここからは追加ダメージ話ですね。避けれない。吹き風と決断で計算点だ。これで俺の残り体力は1。自動反撃。わかってる。だからこそ能動弾を使わせてもらう。混合を発動。混合です。うん。失敗。というか魚木だな。やったな。よし、これで後ろのプロットに言う我々の攻撃は避けれんな。そうだな。で、お前もあいくつだ。1だ、同じく。ん?人間の接近戦攻撃。接近戦攻撃。く、オンリを使うぞ。完全成功。ワイワイは連撃を発動します。成功。これ2回攻撃したから自動反撃2回なのかな。うん、犬、下手したら死ぬぞ犬。ワンワンからくり術の目標値12。ワイワイ。我がライバルー。犬の形は俺が取る。オンリーアウデアムズ。クリティカルヒット。それは無理。戦闘終了です。あ、無人。ただ、クライマックスだから GM 最低で戦闘終了といえば戦闘終了だ。戦闘終了です。バカな。私の最高傑作の羅刹が、こんな奴らに。さっきは褒めてたのにこんな奴らとはどういうことだ。すごいお前らを倒せる羅刹作った私マジすごいみたいな。お前は計算が得意なようだがな。仲間の絆があれば1たす1が10にもなるってことも知らなかったようだな。10倍だぞ10倍。どうだ。思い知ったか我が一撃。く、貴様らの顔と名前は覚えたからな。今度覚えてろよ。は、貴様が顔と名前を覚えてようがな。こっちは覚えてねえんだよ。あ、暗証番号教えて。ブツン。ドクターハスバはクールに去るぜ。ご視聴ありがとうございました。これにて、本動画は終了になります。いつも通り、みんなからコメントもらってるのでどうぞ。本動画を作るにあたってお借りしたたくさんの素材元様、最後まで見てくださった視聴者の皆様、誠にありがとうございました。次回作は、キャンペーンの続きか、まだ投稿してないシステムのどっちにしようか悩んでます。